富田駅は三重県四日市市戸田三丁目にある東海旅客鉄道、三義鉄道の駅である。駅番号は CJ09。JR 東海の関西本線と三義鉄道の貨物線である三義線が乗り入れる。旅客営業場は関西本線単独駅の扱いを受ける。関西本線の運行形態の詳細は関西線を参照。貨車入れ替えなどの業務は 日本貨物鉄道、三義鉄道に委託されている。国鉄時代は、ディーゼル急行、奇州、カスガ、平安等の停車駅であった。関西本線奈良いが秘伝化の時代は、名古屋駅から港町駅までの直通運転列車があった。かつては、三義鉄道の旅客列車すべてが当駅へ乗り入れていたが、1970年6月の近鉄連絡線。 開業後は、大半の列車が近鉄と大駅へ乗り入れるようになり、当駅発着の列車は大幅に削減された。その後、1985年には当駅への乗り入れが廃止された。ホーム単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅で、名古屋方面は、複線、亀山方面は、単線の列車交換可能駅である。 駅東西に出入り口がある。西駅舎は短式ホームに接続し、各ホームと両出入口が古線橋により結ばれている。トイレは一番線ホームに設置されている。3番線の東側には、三義鉄道の着発線と多数の側線が広がる。その中に、かつて三義鉄道が使用した島式ホームがあり、ホーム屋は撤去済みで、 古戦橋からホームに通じる階段は封鎖されているが、現在も駅名標が残っている。桑名駅管理の無人駅。かつては東海交通事業による簡易委託駅で西口に窓口があったが、2011年3月に簡易委託は終了し無人化された。とかは簡易改札機による対応。東口はかつて三義鉄道が管理していたが、旅客列車が 近鉄戸大駅に完全移行した際に無人化された。東口駅舎は付近にイオン、四日市北ショッピングセンターが開業した際に撤去、改装された。なお、東口に隣接して三義鉄道本社屋が置かれている。国鉄時代には西口駅舎を出て右側に鉄道小荷物の受付があった。また、 昭和40年代まで西駅舎の中で駅売店が営業していた。区間快速と普通列車が停車する。一部の下り4日市、亀山方面の普通列車が当駅で退避を行うことがある。また、特急、南紀や快速、三重、亀山駅発着の快速も対向列車待ちで運転停車する場合がある。8月下旬に開催される。 四日市花火大会の際には、快速が臨時停車する。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。周辺施設は、近鉄と大駅とおおむね重複するが、郵便局などの公共施設は、東駅東口の周辺に多く点在している。三義鉄道の四日市大学方面への路線が、発着している。ありがとうございます。